古墳時代。古墳時代は日本の歴史の時代区分の一つである。古墳、特に前方後円墳が盛んに作られた時代を意味する。縄文時代、弥生時代に次ぐ考古学上の時期区分である。ほぼ同時代を表している。大和時代は日本初期や古事記による文献上の時代区分である。現在は研究が進んだこともあって、この時代の呼び方は古墳時代が より一般的となっている。古墳時代の時期区分は、古墳の成り立ちとその水滅をいかに捉えるかによって、わずかな差異が生じる。例えば、前方後円墳が造営され始めた年代に関しても、議論が大きく揺れ動いてきた。現在のところ一般的に、古墳時代は3世紀半ば過ぎから7世紀末頃までの約400年間を指すことが多い。 中でも3世紀半ば過ぎから6世紀末までは、前方後円墳が、北は東北地方南部から、南は九州地方の南部まで作り続けられた時代であり、前方後円墳の時代と呼ばれることもある。前方後円墳が作られなくなった7世紀に、入っても、後墳、円墳、八角墳などが作り続けられるが、この時期を古墳時代終末期と呼ぶこともある。 西暦266年から413年にかけて中国の歴史文献における和国の記述がなく詳細を把握できないためこの間は空白の四世紀とも呼ばれている日本国家の成立を考察すれば和国の大和王権が拡大し王権が強化統一されていった時代と考えられる古墳時代終末期に和国から日本国へ国名を変更した この時代に、大和王権が和の統一政権として確立し、前方公園墳は、大和王権が和の統一政権として確立してゆく中で、各地の豪族に許可した形式であると考えられている。三世紀半ば過ぎには、出現期古墳が現れる。三世紀の後半には、奈良盆地に王募と見られる前代より格段に希望、真下、前方公園墳が現れ、四世紀中頃から、 末までの半世紀の間に、奈良盆地の北先、祖父、総富友、のに四期の大応募クラスの前方公園墳が築かれ、四世紀の紅葉に、大阪平野に巨大古墳が、約一世紀の間築造され、この世紀の終わり頃には、機内の一部に、先進的な周墳が現れる。続く五世紀の半ばには、各地に巨大古墳が築造されるようになる。それが、 6世紀の終わりには、日本各地で、ほぼ時を、同じくして、前方後円墳が築造されなくなった。これは、大和王権の確立後、中央、地方の統治組織が出来上がり、より強力な政権へ成長したことの表れだと、回避されている。この後しばらくの間、宝墳や円墳が作り続けられる。大王の墓は、特別に八角墳として築造された。 対外関係としては、4世紀以降朝鮮半島に進出。白木や九だを侵入させ、高句麗と激しく戦ったとも解釈される、公海道碑文などから知られる。高句麗と和の戦争5世紀には、和の王が中国に死者を使わした。和が朝鮮半島で得た鉄は、甲冑、武器、農具に用いられた。大陸から、文字、漢字と、仏教、儒教がもたらされた。 この時代の人々は、はじきとすえきを用いた。また、随所によると、白木やくだらは、和国は、人物が多い大国であると遠飛び、大和へ使い通わしているとの記述が存在する。弥生時代からの小区画水田は依然として、作り続けられているが、この時代の水田は、東西、南北を軸線にして、長方形の大型水田が、一部の地域に、出現するようになる。例えば 5世紀末から6世紀初めの岡山市中溝、遺跡などがあり、水田の一筆の広さが150から200平方メートルで、弥生時代後期の水田の2から3倍の規模である。新たな水田造成技術の導入も見られ、新田開発が行われたと推定されている。三宅の設定には、こうした新水田造成技術を導入して行われたと考えられる。古墳時代になると、 王族や、貴族の大型古墳、地方王族の古墳、横穴墓などの集合墓、あるいは円筒派には棺など死者を埋葬する墓における階層家が目を見張るようになり、それに伴い被葬者の間で身体特徴の違いが見られるようになる。一番わかりやすい身長で比較すると、大型古墳の被葬者は一般に高身長で時に170センチ近くにも及ぶ被葬者がいた。 各地豪族母の男性被葬者の平均は160センチぐらいであり、横穴墓に埋葬されたものはそれを下回り、158センチほどである。古墳時代の人骨の一番の特徴は、縄文人や弥生人の骨格で見られた骨太さ、頑丈さが目立たなくなったことである。この傾向は、大型古墳の被葬者などで非常に顕著であり、横穴墓や、 遠藤派庭はなどの常民墓の埋葬者では、さほどでもなく、縄文人、弥生人と大型古墳の被葬者との中間である。顔立ちについては、縄文人で一般的であった監視上皇后は、全体の70%度で見られるが、大型古墳の被葬者では、後の日本人で一般的なハサミ上皇后が多くなる。また、下顎のエラの部分の前ほどにあるへこみ、 角前切れコンが多く見られるようになる。さらに、顎の先が細く止まり気味の下顎骨を持つ者や、第三球子が放出しない者の,の割合が多くなる。これらの下顎骨の骨細化や、体縮減少に伴う顔面骨の変化は、生活様式の変化、特に食物の硬さが減じたことに起因する。また、階層により、生活レベルの違いが大きくなり、 階層性が目立つようになったと考えられる。考古学者の中には3世紀半ば過ぎに前方後円墳が出現したと考えられている説がある。3世紀後半から4世紀初め頃が古墳時代前期、4世紀末から古墳時代中期、6世紀初めから7世紀の半ば頃までを古墳時代後期としている。しかし、 文献史学者や一部の考古学者の中には3世紀末以前の古墳時代開始に疑問を持ち、実際には4世紀初頭から前期に始まるとも見られている。実際の古墳の築造は、紀内、西日本では7世紀前半頃、関東では8世紀の初め頃、東北地方では8世紀の末頃でほぼ終わる。時代名称は、この時期、古墳の築造が盛んに行われたことに由来する。 三世紀半ば過ぎには出現期古墳が現れる。前方部がバチ型に開いているもので彫りが認められていないものがある。中には自然の山を利用しているものもあり、最古級の古墳に多いと言われている。埴輪が確認されていないのが特徴である。吹石なども作り方が定まっていないようにも思われる。三世紀の後半には西日本各地に特殊な壺形か 紀大系土家を伴った、墳糾母、主張母が現れる。その後、前方後円墳の先駆けと位置づけられる円墳、出雲文化圏特有の四隅都出型墳から変化した大型方墳が代表的であり、最古のものは、島根県安木市の大成古墳と位置づけられ、前期には、珍しい祖官灯大島が出土している。それから少し立ち、奈良盆地に大容領クラスの、 大型前方公園墳の建設が集中した。埋葬施設は縦穴式石室で、副葬品は、呪術的な鏡、玉、剣、石製品の他鉄製の工具が見られる。この頃、円筒埴輪が成功。弾きが機内で作られ、各地に普及すると、その後、機材埴輪、家型埴輪が現れた。また、福岡県の沖ノ島では、大和王県による、 国家祭祀が始まった時期と去る。五世紀の初頭、王母クラスの大型前方公園墳が、奈良盆地から河内平野に移り、さらに巨大化した人物埴輪が現れた。五世紀半ばになり、機内の大型古墳の縦穴式石室が強調な、ものから幅広ものになり、長持ち型石棺を収めるようになった。各地に巨大古墳が出現するようになり、副葬品に、バグ、 甲冑、刀などの軍事的なものが多くなった。5世紀後半には、北部九州と機内の古墳に、横穴式石室が採用されるものが増えてきた。北部九州の大型古墳には、石人、石馬が建てられるものもあった。またこの頃大阪南部で、末期の生産が始まり、極人釜や U 字形き先、クワサキが現れた。5世紀の終わりには、 機内の一部に先進的な群衆粉が現れ、大型古墳に家型石棺が取り入れられるようになった。南東九州地方や北部九州に地下式横穴墓が作られ始め、また装飾古墳が出現しだした。6世紀の前半には西日本の古墳に横穴式石室が盛んに作られるようになった。関東地方にも横穴石室を持つ古噴が現れ、 北部九州では、石人、石馬が急速に衰退した。六世紀後半になり、北部九州で草食古墳が成功。埴輪が機内で衰退したことで、関東で成功するようになった。西日本で群衆墳が盛んに作られた。全国的に六世紀の末までに、前方後円墳が作られなくなり、豊墳や円墳、八角墳が、 もっぱら築造されるようになる。この時期の古墳を終末期古墳という、646年の白僧令で、古墳時代が事実上終わりを告げた後も、東北地方や北海道では、墳丘墓の築造が続き、末期古墳と呼ばれるが、末期古墳が古墳であるかどうかについては、議論が分かれる。弥生時代末期には、発掘調査の結果から、北部九州を中心とする、 政治勢力と奈良盆地東南部を中心とする政治勢力が存在していたことが分かっている。3世紀前半に活躍した和国王、親谷王、卑弥呼の所在地また一国が北部九州、紀内のどちらにあったのかについては未だが苦が分かれている。いずれにせよ、この両地域の勢力が母体となって古墳時代のいずれかの時期に紀内を本拠地とする大和王権が成立したと、 考えられている。ただし、大和王権と大和大国は、全くの別勢力とみなす説もある。成立の過程は、はっきりしないが、考古学の成果は、奈良盆地勢力が、キビ政権など列島各地の勢力と連合して、大和王権へ成長してゆき、この過程で、北部九州が衰退したことを示唆している。北部九州勢力が、奈良盆地へ当選の後、 奈良盆地勢力を制圧して、大和王権となったとする見解もある。大和王権の成立期には、従前のものより格段に、大規模な墓、前方公園墳が、奈良盆地を中心に登場している。弥生末期には、紀内、木々、出雲、筑紫などの、各地域ごとに特色ある母星が展開していたが、弥生時代の母星を参照、前方公園墳には、 それら各地域の特色が融合された様子が見られるため、大和王権は列島各地域の政治勢力が連合したことによって成立したとされる。大和王権は大和地方、機内を本拠として本州中部から九州北部までを支配したと考えられている。大和王権は和国を代表する政治勢力へと成長すると支配拡大の過程では、 大将の勢力や種族との衝突があったと考えられる。日本初期などにはそれを伺わせる記述、山とける説話などが残されているが、詳細な過程は不明である。中国の史書に266年から和国の関係記事が見えなかったが、約1世紀半も経って、5世紀の初めの413年、東新、紀期,期9年に和国が貢ぎ物を剣じたことが、 真女やステーキに記されている。四百二十一年、宋、英書二年に、宗女和国伝に和王の三の記事が見える。これ以後、和王に関する記事が中国史書に参見されるようになり、三以下陳、聖、京、武氏と続いている。これが和の五王である。和の五王は、日本初期に見える天皇との否定が試みられた。必ずしも否定は定まっていないが、 例えば和王部は有略天皇ではないかと見られている。部については中国皇帝に上表した文書には先祖代々から苦労して和の国土を統一した辞責がされている。埼玉県行田市東海山古墳から出土した鉄剣名や熊本県玉名市江田船山古墳から出土した大東名からその地勢の一端がわかる。上等人、天宗人とあることから、まだ 弁の制度が五世紀末には成立していなかった。島根県松江市岡田山古墳から出土の鉄頭名、ぬかたべの尾身からは、六世紀の中頃には、部民制の思考を知ることができる。また、大臣、大連の制度ができ、大臣には、へぐりし、大連には、大友氏、もののが選ばれた。氏と生の制度がある、程度成立していたとされている。 4世紀後半から5世紀にかけて、和軍が朝鮮半島のくだら、白木や高栗と戦ったことが、高栗ク公海道を非分に見える。この時、筑死の国像岩井が白木と通じ、周辺諸国を動員して、和軍の進攻を阻もうとしたと、日本初期に記述があり、これを岩井の乱、527年として扱われている。これは、 度重なる朝鮮半島への出兵の軍事的、経済的負担が北部九州に重く乱となったと考えられるが、この時代はまだ北部九州勢力が大和王権の完全支配下にはなかったことも示している。安五百三十一年から五百三十五年、戦火三十五年から五百三十九年、金明五百三十九年から五百七十一年の 各王朝を通じて、地域国家から脱して、初期国家を形成していった。王権のもとには、氏を持つ物のべし、大友し、蘇我氏などがいて、信、連、国蔵、軍事などの職将があった。地方では、厳し系氏族が、氏、じ、を作るなど、各地の豪族画部などを作り、勢力を張っていた。戦火朝に、蘇賀氏が大臣になり、勢いを増すと、 すしゅんち587年から592年では、蘇我氏が大臣一人で政権の中枢を握った。すしゅん天皇は592年、蘇我馬子の手はずにより暗殺される。稲目、馬子、江戸、イルカと蘇我氏が政治上重要な地位を占めた時代が645年、光玉天皇四年の木の富の変までの約半世紀間続いた。金明では、 古籍が作られ、国造、軍事の前身的な国家機構が整備された。また、この金明屋では、仏教の伝来があった。538年に、くだらから伝来した。日本初期は、552年に伝わったと書いているが、他の資料から、弊社の改変であることが分かっている。仏教伝来については、蘇我氏と物ノノベ氏とが争い、蘇我氏の勝利に終わる。4世紀以降、 朝鮮半島で鉄資源の供給地としてのいわゆる未満な地域などに進出したことが、公海道を碑文、西暦414年に建てたとされるなどからも知られる。また、三国式、西暦1143年執筆開始、1145年完成は、三世紀以前の記述は信用性に疑問があるものの、空白の四世紀について、 朝鮮半島との関係が書かれた数少ない資料である。4世紀末頃まで流勢だった朝鮮半島南部、落東港流域の日本列島勢力が、高栗勢力の南下の影響を受けて後退し始め、代わりに5世紀以降朝鮮半島南西部栄、山江流域の日本列島勢力が流星取り、韓国、近海市公式サイト、茅野外観近年は、 堺山流域周辺で前方公園墳が多数発見されている。今九千九9983。この時代において、中国の下北には、五湖十六国、三百十六年から四百三十九年が攻防した後、北義、東義、西義、北西、北州と続く北朝の時代となるが、これらの諸国家と和国との外交や交易などついての資料は知られていない。 南朝との関係では和の御王と作法関係にあったことが知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。